噂通りなかなかやるね。だが俺様を倒せるかな。思い切り行きます。 Get ready報告は聞いていないわ。ふん、気に入らねえな。ありゃそこいらの人間の仕業じゃねえ。出所はいくつも。大したものね。あなただけ戻ってくるなんて。とにかく、ドアテックは関与していません。少なくとも今は。という言い方、あなたは納得できないかしら？離れていった奴らが勝手にやってることだとしたら、私には関係ないってか？まあいい。ところで、そこのお嬢さんはあんたの使いか？私のクローンは今どこにいるの？カスミ、どこにいるの？お願い、教えて。私の手で終わらせたいの。消息不明よ。ドアテックが生み出してしまった究極の戦闘生命体アルファ152。そうね、必ず見つける。約束するわ。港に着くまでまだしばらく時間があるわ。ゆっくりしていって。始める気なの？いやー久しぶりだな、お兄ちゃんの方。エレナが俺に何も。そうね、
たに会わせたいのがいるとか。俺に会わせたい。ん？心配すんなって。多分もう実験とかはされねえからさ。あれから2年か。ドアテック本部に忍者軍団突然の乱入。ドンパチやってさ。その頂き地上999メートル。トライトワー大炎上っつってな。ドアテック。エレナが先頭に立って再出発してるぜ。ほら中途頼まれてな。人肌脱いでるってわけさ。おお、着いたぜ。サビが来てるな。海風がいけねえ。なあバースのおっさんよ、こんな海のど真ん中にそんなもん持ってきやがって。何の役にも立たねえだろうに。何の役にも立たねえとは何事だ。娘に謝ってもらおうか。全力で来い。めんどくせえな。 Get ready, fight! うらっ！いい汗かいたな。飲み直そうや、バースのおっさんよ。疲れた疲れた。兄さん、お久しぶりね。無限天神流18代当主様、余計なお世話だったかしら。兄さん、私がケリをつけなきゃいけないの。アルファ152の行方はまだつかめていないわ。それにカスミ一人では危険よ。カスミ、これは一族の因縁。お前一人に背負わせはしない。兄さんには、みんなには迷惑をかけたくない。